呪いの人形が動き出す。これが噂の呪いの人形。この人形は第二次世界大戦時にナチスドイツに囚われていた囚人が所有していたもので、その後2019年にイギリスに住むマイケル・ダイヤモンド氏が譲り受けた代物、ミスター・フリッツと名付けられたその人形はいつもキャビネットに保管してあるのだが、ある朝キャビネットの扉が開いていることに気づいた。そこで深夜にミスター・フリッツの前に監視カメラを設置してみると、